製鉄記念広畑病院は、兵庫県姫路市にある、新日本製鉄系列の病院である。1940年会員の日本製鉄広畑、製鉄所病院を前身とし、3度の解消を経て、現行の名称となった。姫路市広畑地区は長らく新日鉄、広畑製鉄所の企業上下町であり、製鉄所の立地する浜手一帯には、新日鉄関連の所設、 社宅等が立ち並んでいた。東病院もその一つである。地元での略称としては、新日鉄病院等が用いられた。1980年代に入ると、広畑製鉄所は規模縮小され、それに伴い病院周辺の労働会館、社宅、運動場等が姿を消していく中、東病院は存続した。現在は、新日鉄直営から医療法人社団を経て、 社会医療法人に移行している。兵庫県立姫路循環器病センターと統合し、総合病院化も含めて、姫路駅東の再開発地域への移転を検討している。平成に入ると、路線バスが病院正面へ乗り入れるなど、アクセス改善が進み、また長年古びたモルタル建築の病棟だけだったが、新館が建設された。旧館群は、 独特の濃い肌色の外観を持つ。兵庫県立加古川医療センターを基地病院とする、兵庫県南部ドクターヘリの純基地病院として、共同運用、運行している。夢前川西岸に立地。これら店舗の敷地に、かつて新日鉄関連施設、社宅等があった。新規バスが運行。平成27年7月、消化管内市教検査検査において、 消化管内の洗浄に際して生成水,水を注入するところを誤ってホルマリン液が注入された。50人余りがご投与を受けたとされている。2016年10月13日に70代の男性患者とその家族より、後遺症が残ったとして、兵庫県警察に業務上過失致傷容疑で告訴状提出されるも、不起訴となった。 兵庫県立循環器病センターと広畑病院が統合協議へ姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院が統合へ、ハット NHK ニュース2016年10月13日。ありがとうございます。